それではですね、いよいよ、学生諸君のから、増川先生に聞、増川さんに聞いてもらえ、あ、そうなんだ。だから、好きになった動物っていうのは、英語だとか文系のことが嫌いである。それの反対で、これはあまり皆さんの進みません。英語ができるに越したことはない。絶対には、それは私の生活経験で言えることです。言えることは、英語ができなくても研究者としての生活はできる。だけれども、やはりその国際化している世の中で交流し、より大きな活動場を求めようとしたら、やっぱりそれ必須のことです。だからあんまり参考にしておきます。で、次、大学時代の勉強法。で、これは我々の時はいい友達がいまして、寄ると触るとも議論してました。だからそういう自分自身を鍛え上げていくのは先輩後輩の関係じゃないんですね。だから先輩後輩だったら先生、特に先生、貴重なご意見どうもありがとうございましたという受け取り一方になります。で、それに対して同じぐらいの発達段階にある者同士が夜を徹して激論を交わす。激論を交わすというのは、物理の不正の話をするんじゃなくて、物理の話をしてるんで、激論になると思うかもしれないけども、議論してるとね、それぞれね、読む人によって、その本、同じ本を読んでるにもかかわらずね、そこから受け取ってるものが違うんですよ。これは俺はこう解釈する。いや、それは間違ってる。と言って、我々は大議論をして、僕の親友なんか、僕はいつでもなんか、ちんちゃんというもんだから、お前とはもう口も利かんと言って、喧嘩別れして、一週間後に待って、まあ、それが参考になるとは思わないけれども、同じ発達段階にあるものが、俺はこう考える、ここのところはこうだけども、少しおかしいんじゃないか。そういうことを、意見交換するというか、激論するということは非常に重要なことで、そういう自分の意思を、その本を読んで、ある意見が形成されるのは、その人の過去の勉強なりな、経験なり、そういうものを集積の結果として来るわけですよ。だから当然、違う経緯をたどった人は、当然違って当たり前。だからそれが議論を合わせば違いが見えてくる。で、あ、そうかと。こういう感覚、これをこういう理解の仕方もあるんだなということ。それによって自分の理解に厚みが出てくる。だから友達、それがもう一つだし、友達をとあれしてると、今まで俺はこちらを見てきて、相手なんかあんな高級な本を読んでる。畜生とかね、そういう競争心っていうか、それは結構エネルギーになるので、やって、そして馬力をかけてページをめくるということになっていくわけです。だから自分一人でなんか考え勉強してるよりは、友達同士競い合って勉強するということは、もう本当に2倍3倍の効果があるし、理解の仕方も深い。だから僕はぜひ、そしていつでも言ってるんだけど、その時に激論して喧嘩別れしたような友達というのは何十年経っても親友です。僕もそういう親友が今でも続いています。だからそれはもうその若い時に作った友達はその後にも年を取ってからはできない。非常に外交儀礼的にあって、それ必要最小限の議論、だから研究をやっている時にね、ここのとここうじゃなかろうかとか何か言う時に、
恐る恐る聞くわけですね。ここのところどうしてこうなるの、間違ってると思ってるんですよ、聞くだけはね。だからダイレクトにこれ間違ってるなんていうのは僕みたいな乱暴なやつだからやりますけども、普通はやらないわけですよ。だからそういう中でその一番真のところの感覚的な生理的な理解のものですね、そういうものは伝わってこない。だからそういう意味で若い時に喧喧ガクガク世を徹して語り合うということは僕は今の時期しかできない体験で多いんですけど、だけどまあ喧嘩するぐらい の意見のあれを交わした方が僕はどうもありがとう良いと思います。でそれで2番目です、3番目そこにだけ絶対にリンクしてください絶対に喋れる、かけれる、かける、話せる、それに越したことはありません。しかしどうしてもダメだという、それがなければダメだということではない。ギリギリ研究者の生活はまあできるわけではない、ここに行くざるだけど、そんなに退屈でなければ少し努力してお金ない、そしてもう少し努力して身につけた方が絶対いいし、これからはやっぱり国際化の時代ですから、そういう日本人以外とも交流する機会は必然的に増えるだろう。だからそこのところでより広い活動の場をまとめられた方が僕はいい。今だとね、僕の時代と違ってなんか大学院を出て次のポストを受けとか、なんかそういう時に国内だけを探しているというのはちょっと狭すぎる。もっと広いところにその自分の、就職場所を求めるというのが正しいと思います。ですから僕は努力しています。で、現役のメッセージ、皆さんの方からですね、何か増川さんに